ようこそ森の図書館へ。知世に届いた一冊の絵本から始まった。ひとりぼっちの星の子は日本を舞台に描く知世の過去。彼女の前に現れた青年は、僕はリーチ、三浦リーチ。ここに人が来るのは本当に久しぶりなんだ。嬉しいな。今日だけ特別。誰も知らない魔法使いの嫁がここに。本読んでる時は嫌なこと全部忘れられるんだよ。あれはどんな本？あれはね、あれはどんな本だったかな。一番最後のページを読む時が一番好きだよ。羽鳥知世さん、君にお願いがある。三浦さん！魔法使いの嫁、星松ひと、中編。きっとこの本が君にとって必要な本だと僕は思うんだ。